皆さんこんにちは、佐々木優です。今日はですね、アイルランド・ダブリン、綺麗な夜景が見えるスポットがあるということで、皆さんをそちらに、お連れしたいというふうに思います。まあ、留学生活ね、してたら、まあ、どっかのタイミングできっと、まあ、センチメンタルというか、まあ、そういった気持ちになること絶対あると思うんですよね。まあ、そもそも海外で生活してるわけですからね、日本を出て異国で生活するっていうことはそれなりにストレスもたまりますし、難しいことたくさんあると思います。まあ語学面だったり人間関係、まあそういろんなことあると思うんですよね。で、少しその今の自分の生活にまあ疲れたというかしんどいなとか、まあいろんなまあ気持ちあると思うんですけれども、一回ね、まあ、綺麗な夜景見てね、忘れましょう。ね、たくさんしんどいことありますけど、まあ、結局多分、まあ、留学って自分の選んだ道だと思うんですよね。なんで、まあ、日本出て、まあ、海外来て、まあ、でもそれでもね、そういった綺麗な夜景を見れば、今自分の考えている悩み事っていうのも、もしかしたら、まあ、ちっぽけなものなんじゃないかなっていうふうに感じることもあるかもしれないですし、まあ、一つね、気持ちをリセットできるという意味でも、やっぱり綺麗なものを見るとか、ね、まあ、今回は夜景ですけど、まあ、トラベリングに行くとか、そういったことも大事だと思いますし、まあ、やっぱり、誰も、自分の面倒は見てくれないですし、セルフマネージメントするしかないんで、ね、いろいろ大変なこととかあると思いますが、まあ少し、今日はね、そんなことを、ね、和らげるというかね、少し楽に、なれるような、まあ綺麗な夜景スポットあるんで、そちらに、行ってみたいと思います。さあ、それでは皆さん、準備ができましたので、早速行ってみたいと思います。まあ電気の方はちょっとこちら暗くしたんですけれども、まあ少し見づらくなってしまうと思うんですけど、まあそこは安全第一で行きたいと思うんで、それでは行ってみましょう。で、まあ最初冒頭にも言ったと思うんですけど、やっぱりね、海外生活そんな簡単じゃないですよね。留学ってね、やっぱりね、いろんな、まあ、違う、まあ、ここ今ここアイルランドですけど、まあ、ね、他の国行ったら他の国で、まあ、絶対その文化の違いっていうところでね、壁にぶつかりますし、まあ人種差別だったりも正直ありますよ、ね、あと、まあね、まあ自分みたいにサッカーやってればサッカーでうまくいかないこととか、まあ、サッカー以外でもなんか他の生活で、まあ語学面だってなんかチャレンジしてみてうまくいかないことたくさんあると思うんですよ ね。だけど、個人的にやっぱりそういうのも含めて、まあ、留学だと思ってるんですよね。まあうまくね、行く経験をすることだけが留学じゃなくて、やっぱりそういった、ね、違うところで出て、まあ、たくさん失敗するってことも絶対人生の糧につながると思うんで、そういったところを学べるっていったところが、まあ、まあ、留学のいいところなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、成功だけしてても絶対面白くないですし、まあ、失敗から学ぶことってめちゃくちゃあると思いますし、ね。で、失敗しろって言ってるわけじゃなくて、まあ、それやっぱチャレンジする過程ですよね。チャレンジする過程の中で、まあ、失敗を恐れなくていいんじゃないかなっていうふうに、個人的には思います。その失敗から学んで次の成功に生かせばいいんじゃないかなって、単純に、まあ、自分はまあめちゃくちゃポジティブ思考なんで、まあ、そうですね、まあ別に失敗しても全然気にはならないですね。めちゃくちゃこれ後ろから車に追い立てられてます、今。いや、途中ね、道に迷ったんですけども、やっと今ここ到着しました。意外と駐車場もあるみたいでね。まあ俺はここからは、まあ、夜景見えてるんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっと、まあ、せっかくなんで、早速見に行きたいと思います。見えますかね、こちらです。こちらが一応
めちゃくちゃ多分、まあ、カメラじゃもう伝わんないかな。このダブリンのこのパノラマ一望できる、こちら夜景スポットになります。ちょっとズームしてもらって伝わるかな。こんな感じでめちゃくちゃ綺麗です夜景ね。まあこんな感じしか動画では伝えられないかもしれないですけど、綺麗ですね。こんなところで、ま、友達なり、まあ彼女なりいたら、ね、来てね、少しなんか語り合うのもいいかもしれないです。あーすごい綺麗。車の中に、戻って、参りました。まあ景色の方はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。なかなか動画を通して全てをお伝えするっていうのはすごい難しいんですけれども、まあ一番いいのはね、まあダブリンにいて、まあ、実際にこちらに足を運んで、実際にその景色を見てみるってことが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。本当に、神秘的な世界です。オレンジのきらびやかな素晴らしい景色がこちらで見れるので、ぜひ、見に来てほしいと思います。本当にお勧めしますね。最初冒頭でもお話ししたと思うんですけれども、海外留学っていうのは本当になかなかね簡単なことじゃありません。うまくいかないことの方が正直多いと思っていますね。うまくいかないことを、まあいろいろチャレンジしながらもまあ、成長できる機会がここにあると思うんで、まあ、けれども、まあ、できるだけまあストレスは溜め込まないようにしてくださいね。頑張ればいいってもんじゃないですし、まあ、たまには息抜きとか、まあ、綺麗な景色を見たり、美味しいものを食べたり、どっか違うところに旅行に行ってみたり、ね、そういったことも大事だと思います。日本人ね、頑張りすぎる人が多いと思うんで、まあ、今現在も頑張ってる人たくさんいると思うんですけれども、まあ無理はせずに自分第一で、頑張っていきましょう。それではまあ以上となります。この動画が良かったらいいね、チャンネル登録コメントなんかももしよかったらよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。